皆さんこんにちは、ミックマックの広報担当ミックマックです。今日はミックマックの CM でもおなじみの3点同日回収について説明いたします。まず3点同日回収とは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源化物、この3点を同じ回収日に収集することです。これを見てくださっている方はこんなお悩みはありませんか？可燃の日に資源を出すと持って帰ってくれないので、ステーションにゴミが残り不衛生になる。ゴミを出すスタッフが複数いるので、ゴミ出しの日を周知するのが大変だ。資源化物がよく出る業種、例えば美容院や、保育園様などは資源の日まで、出せないので保管に困る。このようなお悩みは全てミックマックの3点同日回収が解決いたします。3点同日回収は、可燃、不燃、資源を同じ回収日に持って帰るので、ステーションにゴミが残りません。ゴミ出し担当のスタッフさんも出す曜日で迷いません。段ボールなどを資源の日まで貯めておかなくてももう大丈夫です。ミックマックの3点同日回収は、飲食店のオーナー様やオフィスのゴミの担当の方、他にも保育園の経営者様に大変喜ばれております。でもどうして3点同日回収ができるのでしょうか？その秘密はパッカー車とダンプ、この2台1組体制でゴミを回収しているからです。パッカーとダンプがタッグを組み、まさにテリーファンクとドリーファンクのような最高タッグで収集をしております。もうゴミ出しで迷わなくても大丈夫です。迷わず出せよ、出せば分かるぞ、どうですか、分かるか。ゴミのことでお困りなら3点同日回収のミックマックにお任せください。